もちょっと伺いましたけれども、またライブの方に戻ってみたいと思います。はい、続いての出演者は、はい、小杖さんです。はい、はい、小杖さんはですね、東京ネットラジオで天使同盟の番組、ハッピーラッキーヒーリングマジック2という番組をね、はい、やっております。そうですね、はい、ゲストさんをお迎えして楽しくトークしています。はい、ハッピーと癒しをお届けする番組です、ということです。はい、そしてラジオつくばの方でも番組をやっていらっしゃいまして、はい、ラジオつくば 84.5MHz または、インターネットの方で聴けるサイマルラジオの方で、はいはい、毎週土曜日夕方5時30分からの30分間 DJ 小杖のハッピービジョンを放送しています。はい、こちらでも癒しとハッピーをお届けしています。いいですね、ということで、はいはい、そして6曲入り1000円でミニ小杖スノードロップも発売中です。はい、はい、今日も CD 販売コーナーの方にスノードロップミニコツエがいますので、ぜひとも皆さんお持ち帰りください。そして今日はそのコツエちゃんから皆様にサプライズということで、はい、サプライズなんでしょう。はい、魔法のアイテムが、あ、私が今この手につけているピカピカ光る、いいな、通称ルミカと申しますけれども、はい、ないです。はい、これを皆さんにこれからお配りします。はい、電子の元気が出るアイテム、はい、こちらを配っていきますので、あの後ろの方で手を挙げているポールさんが皆様に配っていきますので、左後ろ、はい、はい、あのそれを受け取りましたら、ポキッと折ってもらいましたら、あの折ったところから光っていくというあのアイテム、段取りになった段取りちょっと段取りっていう言葉しか出てこなかった、今おばあちゃんみたいな感じですね、はい、ポキッと折ったら光るという段取りになっておりますので、はい、ぜひ皆さんこれをあのこうして丸くして腕につけていただくか、そのままぴょんぴょんと振っていただくか、はい、小杖さんと一緒にライブを楽しんでいただきたいなと思います。はい、そして小杖ちゃんブログもホームページも更新しておりますので、チェックしてくださいということで、そして明日20日の深夜2時からテレビ埼玉で小杖のライブ映像が流れますということで、はい、はい、テレビ埼玉が映る地域ではぜひ、そうですね、はい、深夜2時なのでライブが終わってね、ご帰宅されてからでも十分間に合います。そうですね、はい、はい、ぜひともチェックしてみてください。はい、それでは小杖ちゃんから元気とハッピーをもらいましょう。もらっちゃいましょうか。はい、はい、それでは次のライブ小杖ちゃんです。どうぞ。聞いてください。小杖です。